コーヒーさくらの大西です。今回は電動コーヒーミルのお話をさせていただこうと思います。新商品なんですけれども、フェローという、アメリカの、コーヒーの器具メーカーがありますけれども、そちらが、発売をしておるコーヒーミルです。オードと言います。でこちらの一度発売されたんですけども、バージョンアップしまして、今はジェネレーション2ということになっており、つい先日日本で発売をされました。デザインがとても良くて、色が、黒と、白と2種類あります。で、SCAJ という、コーヒーの展覧会がありまして、そういうところでも前回のモデルは登場しているんですけども、デザインがとてもいいので、ちょっと気にしておりました。で使ったことはなくて、今回ちょっとお試しをさせていただくことで、ちょっとお借りをしております。デザインはこれはレッドドットデザイン賞というそういう賞があるらしいんですけども、そういうものも受賞しております。後ろもですね、結構こうなんかかっこいいんですね、こんな感じで。でホッパーっていうか粉受け、こちらの磁石でくっつくようになってまして、こう例えば斜めにしても、こんなことは普通しないですけども、斜めにしてもちゃんと真ん中にこう来るようにできています。でその他ですね、いろいろいいところがありますので、ご紹介をしたいと思います。外観としまして、これ蓋がこう乗っかってる感じなんですけども、この蓋の裏に大きめの、一応おすすめというか、絶対ここじゃないといけないということはないんですけども、こういうデザインがされています。であとこのホッパーはこのような感じで、私がやりましたら一応普通の中入りのコーヒーのブレンド、普通の深入りじゃないものであれば 100g ほど入って蓋をすることができました。でこの角度がですね、ちょっと緩いんですけども、全てちゃんと中に、入っています。前回のモデルよりですね、角度が変わりまして、急にちょっとこれでなってまして、全部コーヒーが中に、自動的に入っていくようになってます。でこちらも、100g、入れましたけども、ちょうど入ることができました。余裕を持ってやっぱり 80g ぐらいがちょうどいいのではないかなというふうに思います。あとこちらが引き目の調節のダイヤルで、極細引きで、家庭用のエスプレッソマシン向けで、こちらが粗引きというふうになってます。であとこちらノブがついてまして、ここを押すことで粉を振り落とすことができまして、この裏側ちょっと見にくいんですけども、ここが静電気の防止をする仕様になってまして、ちょっと複雑な形をしているんですけども、この形が一応静電気の防止の役目を果たすようになっているということです。もう一つちょっと粉受けなんですけども、ちょっと工夫はしてありまして、こんな感じになってます。ただの丸円柱ではなくて、中にこう見にくいですけども、こういう感じでフィルターとかに移すときに粉を注ぎやすく、ロート付きというかですね、注ぎやすくなるように工夫をされています。 では実際に引いている動画を、撮りましたので、ご紹介させていただきます。コンセントを挿します。コーヒーを引いてみようと思います。一応当店で選別した時のくず豆というか、ちょっと選別で弾いたものを使っておりますけれども、おおむね中入りのコーヒーをが入っております。蓋をします。
引き終わると自動で停止するような設定になっております。この、こんなのノブノッチで微粉を払い落として、引き上がりがこのような感じです。とても綺麗に弾けております。はい、まあ、こんな感じで、とてもデザインも良くて、機能的で、コンパクト で家庭、一応家庭用なので、業務用では使用ができるかどうかというのはちょっと私ではちょっと分かりかねるところなんですけども、まあ、本当にこうキッチンとかに置いてもすごくこう様になりますし、コーヒーを入れるのが楽しくなるような電動コーヒーミルなのではないかなというふうに思います。今日はオードフェローのオードという電動コーヒーミルのご紹介をさせていただきました。当店ではですね、ちょっと取り扱いはする予定はないので、リンクを貼っておきますので、もしご興味のある方はそちらの方からお願いいたします。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。